エルンスト・カール・ガーロック・スタックルバーグ、エルンスト・カール・ゲアラ・ハッシュ・テュッケル・ベルクは、スイスの理論物理学者。生はしばしば、スタックルバーグと綴られる。バーゼル大学に提出された、学位論文付属の履歴書には、ヨハン・メルヒオール・エルンスト・カール・ガーロック・スタックルバーグ、本部・ライディンバックと記載されているが、後に本人が綴りを変更した。湯川秀樹の発表した力に関する理論に、 到達していながら、ノーベル賞を逃したと言われる、物理学者でもある。1927年、バーゼル大学で学位を取得、チューリッヒ大学で、グレゴール・ウェンチェルの下で、コンラーット・ブロイラーと講師となった。1935年、湯川秀樹よりも前に、核力をベクトル・ボゾンの交換力で説明する、論文を書いたが、パウリに批判されて発表できなかったという話が、残っている。 1942年微電子についての仮説を提案した。1943年量子電磁力学における無限大の生じる問題に繰り込みを使う論文を書いたが論文誌にリジェクトされた。1976年マックス・プランクメダルを受賞した。ありがとうございます。